道玄坂 TV とね、ちょっと向こうの方ではね、ちょっとテレビついてますけども、音消してっていう感じでね。シャープ50の方でポーンスパーキリング紹介したんですけども、全然変わりがないと。で、ちょっとね、そろそろ、こう、新製品と部位を取る、感覚がちょっと合わなくなってきたので、ジン。いつもね、ほら、ジン俺好きなんて言ってるじゃないですか。まあ、ちょっと、安く提供していただいているジンがだいぶ減ってきたんですけど、カクテルを、ジンの香りやっぱ俺好きだわ。いいっすね。こんな感じで、ね、カクテル。これなんすかね、ポンスパークリングとジンなので、ジポンスパークリングと、で、命名しましょう。ジンとポンで、ジポンスパークリング。ポジンにします？ジポンの方がいいですか？ジポンスパークリング。ね。これ、タイトルにこれ入れときますよ、これ。ジポンスパークリング。ジンうまいんだけど、これジンよりは多分これウォッカの方が合うわ。しくじった。ジポンスパークリングは美味しいし、俺嫌いじゃないんですけど、あれですね、あのジンの風味は殺しちゃうし、ポンのオレンジ風味もだいぶ殺しちゃう感じなんで、ちょっとジンだと香りが強すぎるんじゃねえのかな。違う？誰か味覚に俺よりもはっきりしてる人にちょっと飲んでほしいけど、ジンとポンスパークリングのカクテルはジポンスパークリングと僕が勝手に命名しますが、これは今度ウォッカの方で試してみたいと思います。ウォッカの方の題名何になるんだろうな。まあそんなところです。道玄坂 TV にはたくさんの動画があります。もう2000本近くあると思うんですけども、もしよろしければチャンネル登録していただいて、新作がアップされるたびにある程度見ていただけるとありがたいです。あと時、小文字ですよ、時、数字でよろしく、こちらの方を入れていただけると、ツイッターの方で僕のアカウント出てきます。できれば僕のアカウントの方もフォローしてください。よろしくお願いします。ではでは、道玄坂 TV!